もう自分からハードル上げていっちゃおう。1個ね、
足の上に乗せてスタートします。ちょっとね、後ろの皆さん見にくいかもしれません。今4つ投げてます。足のやつを拾い上げて5個になった時が皆さんの出番です。ほっ、いいでしょう。自然な感じの3点で待ってました。ちょっとだけ高く投げちゃおう。ちょっと危ない危ない。さらにさらに片っぽだけ上から投げます。で、あのこういうの落とす前に拍手お願いしますよ。暗いから勘弁してほしい。何を言ってるかもう分かんなくなってるな。最後だけしっかり見てちょうだい。最後だけしっかり見てちょうだい。最後は華麗にキャーッ。だからこれどうしようもないからな。しっかりね、この辺に向かってだけね投げてちょうだい。ちょっとね難しすぎたかもしれません。やっぱね、僕があのね、卓球さんが3、2、1、どうぞって言ったらさっきみたいな感じで投げてちょうだい。 OK。あ、なんか入ってる。もうなんかめっちゃ5秒秒くらってるな。いい子やな、本当に。よし、じゃあ音楽変えていきます。ちょっと緊張感高めていきましょう。よいしょっと。さあ、見ての通り、これタイミングが合わないとひどい目に遭うわけです。全ては直樹君に変わってます。いやー、冗談やちゃんとね、ラッキューさんがね、しっかり責任取ります。じゃあさっきみたいな感じでな、こうやで、こうやってな、こうな。では、本当にね、直樹君頑張ってくれてます。決まったら大きな拍手あげてください。いきます。3、2、1、どうぞ。うわ、難しいな、投げてきたな。よし、じゃあ直樹君ちょっとそこ行ってな。さあ、あえてこのハンマーを持ってきたのは本当は次の芸が見て欲しかったからです。ほっ。